はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員靴田亮司でございます。賢治様、大輔様、これよりパトリオット癌細胞ぶっ潰せ、行くぜみんなでデトックスジャパン様、投げ靴沢さん、サポーターズ様、モモティ様、シルバームーン様、翔吾様、近藤流雪様、猛禄寺氏様、山根様、和子様、一様、解決張馬尾様、幾夫様、満様、三重子様、徳子様、ご支援とお手紙、インコ様、ご支援とお手紙、モジャー様、ご支援とお手紙、皆様ご支援ありがとうございました。入院中に多くの方からご支援いただきまして、ありがたく頂戴して政治活動資金させて、いただきたいと思います。神戸の一市民様、松本様、対馬陽子様、お手紙の方ありがとうございました。お手紙だけでなくご支援くださっている方もいらっしゃいまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して今後の政治活動資金にさせていただきたいと思います。11日間の入院から生還いたしました。10月12日から、今日までですね、入院してまいりまして、生還のご報告ということで、ご支援応援くださった方、私の回復を祈ってくださった方、あとはコメントくださった方、皆様のおかげです。どうもありがとうございました。右肺上葉、右肺上葉ごとですね、肺がん摘出手術が10月14日朝からに決定いたしまして、まあそのためにですね、10月12日に10時頃入院開始したんですけど、その日行ったらですね、13日予定だった気管支の意識を、検査を今日やりますって告げられて、昼食抜きに行ったなりになってしまいました。ずれたんですよ。なんて一言で済ませられちゃいましたけども、ちょっと気管支内視鏡って大変な検査で、大変なんですよ。で、行ったなりにそう言われて、で、ちょっとテンションガクって落ちたんですけど、入院後すぐにですね、動脈血を小動脈から採血もいたしました。これ酸素飽和度を見るためでしょうね。手術にあたってですね、麻酔医さんの方で必要なデータだと思います。これがですね、めちゃくちゃ痛いんです。小動脈って股のとこにドグンドグンドグンって太い太い血管あるんですけど、これをキュッとですね、逃げないように押さえつけて、私も大学時代犬のはやったことあるんですけど、これがなかなか難しい。コリコリしてて逃げるし、動脈は静脈と違って血管の壁も厚いしですね、まさか自分がやられることになるとは思いませんでした。めちゃくちゃ痛かったです午後ですね、内視鏡検査やったんですけど、まあ、これは猛烈鎮痛剤を肩に打たれまして、あと喉でですね、喉にスプレー、麻酔のスプレーするんですけど、これがですね、主治医の先生がですね、せっかちで、まあ私が吸うのとタイミングを合わせて、主治医の先生がシューって自らスプレーするんですけど、喉の奥にね。で、その指示がですね、何せせっかちなもんで、はい、吸って、吸って、吸って、吐いて、吸っ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 てばっかなんです。でね、私が、で吐いてる間もビューってやるもんで、さすがせっかち、外科医はこうでなくちゃな。なんでちょっと思ったわけなんですけれどもね。まあそのプラス、猛烈な鎮静剤ですか、まあ麻酔に近いような鎮静剤打たれて、ヘロヘロになりながら、あーんってあげて、内視鏡をやるわけなんですけどね。で、これね、声帯を、内視鏡、声帯ってこうパカ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 こう開くような膜がありまして、そこの間ピュッて通してですね、やるんですけど、これの反射がものすごくて、
あのここにシューってやってないとあのガッ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 でまあ普通の人ならやるわけなんですけどね。であの鎮静剤冷めるまでヘロヘロの状態で、まあ検査中はあのゲホ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 痰は出るしですね。まあ夜40度近い発熱してしまいました。これはあの生検内視鏡検査でですね、あの気管側からですね、そのがん細胞4センチの玉とですね、何箇所かリンパに張り付いて、あと気管とですね、食道にも張り付いてたから、えぐったってさかな。まあ、夜40度近い発熱しましてですね、コロナを疑われて、PCR 検査されたんですけど、まあ、2回目です。これ、手術前、入院前に1回やられまして、もしも陽性だったらば、手術が伸びるという話だったんですけど、まあまあ、私自身、検査、やったもん負けだって言ってたんですけれども、強制的にやられてしまいまして、まあ2回目陰性だったんで、なんつごとなく終わったんですけど、40度近い熱は、その生検のせいだっつーの。まあ前回、生検、同じ検査でやられた時も、40度近い熱出しましたんで、せいだっつーの。で、内心は思ってました。13日、採血、3週のレントゲン、CT スキャンなどやりまして、14日、朝手術室に横たわってですね、まあ裸になってですね、硬膜外麻酔、背骨に針ビューって押し込んでですね、それで、まあ、脊髄、まあ、針押し込んだ下からですね、麻痺させまして、痛覚とかね、その後は全身麻酔するんですけど、全身麻酔してから、やっちくんねえかな、背骨に針刺されるの痛いんで、思っておりました。で、手術中は何にも分からずですね、じゃあ、麻酔しますんで、って言われて、はいっつったまま、くって、意識がなくなってですね、まあ、覚醒しているのはですね、ICU の、ベッドに横たえらせられた後でありました。当初は6時間の予定の手術だったんですけど、8時間かかったそうであります。っていうのもですね、まあ、肺の常用とですね、気管と食道の一部をですね、まあ、えぐってですね、つなぎ合わせてやる。気管の一部を、がん細胞ごとですね、えぐってですね、えぐったところを縫い合わせて、ある食道も同じ。あと、リンパ数箇所、まあ、6箇所らしいんですけど、そこも剥がした、映ってたんで。でね、終わった後感じたのが、左腰と右肩に、猛烈な痛み、ものすごい筋肉痛。その時は実は硬膜外麻酔の針がまだ背骨に打ち込まれた状態で、麻酔薬流し続けられてたんで、手術で切ったところは痛くなかったんですけどね。で、胸部の通過後はですね、硬膜外麻酔継続で遮断されておりまして、まあまあこれもですね、麻酔薬をですね、流し込まれ続けるという、措置ですね。これ、やんなかったら、もしやんなかったらば、まあ、右肩が痛えな、左腰痛えな、同じ姿勢だったんで、8時間。それどころじゃなくて、まあ、胸部の痛みでですね、まあ、ヘロヘロ、まあ、痛くて、みたいな、それでまた、おかしくなっちゃったりもすっから、そういうことやんでしょうけどね。一晩 ICU で、うつらうつらしながら過ごしておりました。朦朧としながらね。次の日ですね、日中一般病院に移動したんですけど、ベッドごと。胸部ドレーン、これ、手術やった後、液が出る。炎症の液が出るんで、それを外に出す管とですね、まあ硬膜がいます。背骨の針はそのまんま、尿道カテーテル、チンチンにですね、管を押し込まれて、おしっこはバッグの中に溜め込み。まあ自分じゃ身動きできませんので、しょうがないですね。点滴留置針と、まあ4箇所つながれて、次の日ですね、硬膜がいますとですね、尿道カテーテルを外してもらいました。まあ丸2日経ってからじゃないと、その手術の痛みが耐えられないぐらいにならないっていうですね。で、尿道カテーテルの方はですね、硬膜外麻酔を外さないと外せないんですよっていう説明を受けましたけれどもですね、なんでかなっていうのはちょっとわかんないです。途端にですね、手術の
あの背中切ったんですけど、右の方ね、猛烈な痛み、めちゃくちゃ痛い、こんな感じで切ってました。あ、傷の方はですね、ガバーッとですね、まあ、肋骨のと肋骨の間、まあ、鎖骨の下ガバーッとですね、でこうバカッて開いて、まあ、腕右腕こう持ち上げてたんですよね、手術中ね。で手術終わったと右肩が痛いって思ってたんですけど、その背骨の針外した瞬間にですね、猛烈なこの傷の痛み、この背中と言わず切ってないはずのここの胸の前の方も痛い。まあ強力がですね、鎮痛剤と鎮静剤をですねもらって飲み飲み、まあ横になっても縦になっても痛くて、まあ眠れず20分うとうとして、まあ目が覚めてみて、でそういうのをやっておりました。そのまま次の日のですね日中ですね、胸部ドレンパイプをですねぬるぬると撤去、自分の病室でですね、若いチームの一人のお医者さん来てですね、じゃあ外しますっつってぬる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 外してもらいました。これでだいぶですね、点滴の留置針だけの管4本中残り1本だったんですけどね、次の日ですね、日中ですね、術後確認のためのまたまた苦しい内視鏡検査、またね強烈猛烈な鎮静剤打たれて、シューシューシュー、吸って吸って吐いて吸って、やたらとですね吐いての、指示がうんと短い、先生吸ってばっかじゃないですかって言いたかったんですけど、あーって言ってんで、それもいいですね。まだ意識もろ、覚醒後にはここは麻痺したんで、ぐらっぐらっぐらっ、痰がひどくてね、19日採血とレントゲン検査、で結果があったら20日に退院だなんて、そんなに早く退院できるのか嬉しいなって思ってたらですね、まあ炎症指数がまだまだ高かったんで、ちょっと退院ダメですねなんて言われまして、まあ内視鏡の検査のせいで炎症指数が上がっちゃったんじゃねえのかなーって私は思ってたんですけどもね、20日間はまあ何にもなくですね、痛みにもだえながら過ごしておりました。体温を測ったり血圧測ったりは朝晩はありました。21日採血とレントゲン検査をやりまして、まあ痛みにもだえながら過ごしまして、今日昨日の検査結果が良好だっつうことで退院できました。そんで、この動画を撮っております。まあ戻ってきてですね、自宅戻ってきて安心したんだかなんだかですね、うつらうつらと何時間か寝てしまいまして、この時間になっておりましたけれども、来月早々はですね、呼吸器内科に、まあ今までは呼吸器外科で、来月早々は、まあ、呼吸器外科に行ってですね、傷の確認とかいたしまして、その後は呼吸器内科に通院監視ですね、たまーに投薬のために入院するっていう予定になっております。でですね、来月早々呼吸器外科のまあ確認のため行くんですけれども、また内視鏡やるって言い渡されちゃってこれで全部で何回、4回やることなんですか、朦朧とゲホゲホで、それが先だっていうんで、意識朦朧としても、まあ呼吸器内科の先生、まあお初なんですよ、ちゃんと喋れんのかな、やった後ここ麻痺してますんで、ちゃんとペラペラとこのように喋れんのかな、まあ肺の手術するってことで皆様声が変わったりとかですね、そういうことあるんじゃないかな、心配されてる方いらっしゃいましたんですけども、声帯から上は何も言ってませんので声は全然変わりません。ただですね、まあ肺が一部なくなってますんで、今までみたいに歌歌ってもですね、長い音、今までは30秒間ってやれたものが20秒間しか持たないとか、そういうことはなると思います。手術前に発見されてですね、これ手術歯が悪いと手術できない、手術っていうか全身麻酔できないんです。
っていうのはですね、ここがバイ菌だらけだと、まあ、気管チューブ入れるじゃないですか。それ伝わってバイ菌が肺に入っちゃって肺炎を起こすとかですね。あとグラグラの歯とかあると、パイプ気管チューブで麻酔薬気化麻酔ガスを吸わせるんですね。歯が折れて肺に落っこってきちゃったりするんだって。だから手術前に全身麻酔前にですね、歯のレントゲン取ったり、あとあんまり歯が汚い人はスケーリング掃除とかされるんですけれどもね、そこでですね、左下の親知らずがですね、レントゲン、で、まあ、左上、右上下はもう抜いてあるんですよ。特にですね、左上はですね、荒川区のヒロロさんっていう歯科医さんに、善意で抜いていただきまして、本当にありがたいことであります。ヒロロさんにはですね、一回バーに連れて行ってもらってですね、健康な時。で、ウイスキー、スモーキーウイスキーというですね、ちょっとちょっとずつ舐めるように飲むんですけど、煙。なんだかわねえと、焚き火の匂いがする。焚き火のスモーキーな、一口飲んで感想が、煙。っていうようなものを飲ませていただいて、3杯ほどね、ヘロヘロになって、いい気分になって帰ってきた覚えがあります。で、最後に残った左下のですね、親知らず、もですね、同じ癌の手術やった、総合病院で抜歯することになりました。これね、なんつうのかな。まあ、普通の人こう生えてるとするじゃないですか。で、私のはこう真横になってまして、これちょっと大変だ、口腔外科に行かないと抜けないってことで、ここの3箇所は抜けたんですけど、これは放置してたんですけど、それがですね、今回見た時はむしろ下向いてるって、私の根性のようにそのうちこう一回転しないね、ないのかなっていうような感じでですね、でですね、ちょっと液が溜まってて、ここにそこの親知らずの99% 良性でしょうけれども、このままいくとその空洞が広がっちゃってて、ドボンって抜ける可能性があるみたいなこと言われまして、まあ口腔外科の医師がですね、レントゲンを一目見るなり全身麻酔でって言ったんですよ。まあ局部麻酔じゃとってもとっても脱げない大工事になる予定なんですけど、まあそのスケジュールはですね、通院、内科の方のがんの内科の投薬ですね。まあ外科でだいぶ頑張ってもらって、手術でだいぶ取ったんですけれども、で検査で検出できるようながん細胞は、まあがん組織はもうないですけど、まあわかんないですからね、目に見えない検査に引っかかんないようなちっこいちっこい細胞1個2個ぐらいのがん細胞あっかもしんないんで、多分ですけど、私の予想なんですけど、まあ予防的にですね、虫下しみたいに検査あってもなくても、とりあえず、まあ薄い効果の抗がん剤ちょっとやってみっかみたいな、そういうことをやるんだとは思います。で今後は通院で闘病生活、手術やってそれで終わりっていう感じではなくてですね、通うようにはなるとは思うんですけれども、それと並行してですね、まあそのスケジュールと並行してですね、内科と調整しつつ、ここも全身麻酔でガゴンと抜くと、一体どういうことになるのかな。ここの3箇所抜いた時はすんげえ腫れまして、人相変わっちゃってですね、どういう風になるのかな、ちょっと心配なんですけどね。まあ日本国で私はラッキーであったな、日本人で、他の国だったらダメでしょ、発見もできねえまままま衰弱して私はダメになってたんじゃないか。都内、病院が多い都内で割と私ラッキーだったな。地方によってはですね、そういう設備が整った地方病院まで、まあ100キロ200キロ、まあ、北海道なんか広いですもんね。札幌にいい病院があるっつったって、その札幌まで200キロあるなんて地域がいっぱいありますから、
あとあの他に割とあの生まれつきの貧血以外割とあの持病もなく肥満もしておらずラッキーでした。高血圧もなく糖尿病もなく、やっぱりの手術に耐えてきて、高血圧とあの糖尿病なので、糖尿病はあのなんとなくわかりますよ、傷口塞がりにくいっていう特性がありますからね。私あの数々の幸運が重なって、これこの通り10日間で無事生還できました。まああの今後の具合は今後のあの治療に通うようになりますんで、まああのあと体力がぐっと落ちてますんで、あとあの右肺の一部あの除去してますんで、普通の人よりは階段あの登ったりなんかすると息切れ、とかしちゃうんだろうなとは予想しておりますけども、それもこれも前日のご支援応援くださった皆様、無事を祈ってくれました皆々様のあの念を送ってくれた皆々様の全員のおかげです。ありがとうございました。特にですね、私があの身動きできなかった間もですね、ポスティング頑張ってくださったですね、あの葛飾区選挙区のボランティアの皆様、誠にありがとうございました。10月31日から葛飾区議会選挙、高橋淳也葛飾支部長テレビ改革党が立候補予定であります。その頃にはですね、あの体力つけて外で歩く、今ちょっとあの外で歩く体力もないし、コロナは言うに及ばず、なんかあの風邪でもひいちゃうと、なんせあの肺切ってますから、あと痛いんですよ切ったとこが。昨夜もですね、あのちょっと眠れなくて痛くて、あのもらった鎮痛剤飲んで、まああの30分うつらとしてですね、であのそんなことを繰り返しながら、まあ、4、5回うつらうつらとしながらですね、で、あの、朝の5時ぐらい、また鎮痛剤飲んで、今度はあの、ちょっと寝れました。4時間ほど寝れて、あれなんですけれども、寝れたような感じはしたんですけど、まあ、生還できたものの、手術前後の検査や、あの、今も続く術後の痛みで、まあ、半死半生って言うんですか。まあ、あの、顔は明るいですけれども、ズギーンって、あ、痛い、あの、胸の、右の、あの、胸の前も痛いし、来たとこも痛いし、今日は、あの、特に、脇腹、ここまで、右脇の下、真下まで切ってありますから、今日はその辺が痛いな。明日からできる限り、通常動画の、動画を撮ってあげたいと思います。あと31日からは、あの、葛飾区で選挙活動もやんないとなって思っております。ずうずうしいですけれども、葛飾区選挙の方が、葛飾区に、お住まいのお知り合いの方でもいらしたらば、お声掛け、高橋淳也に清き一票を、っていうと、事前運動になっちゃうんで、高橋淳也っていう、右の人も出ますよ。右派の人も出ますよ。で、宣伝、していただけると嬉しいであります。多くの地方議会でですね、私やったみたいに、外国人生活保護反対とですね、外国人健康保険料、滞納問題、なんせ豊島区では半分払ってないですからね。で、踏み倒して帰国しちゃったなんかしてね、の訴え、演説させる議会を実現させたいと思っております。まあ、議員10人いたら、議会10箇所で、それやれるしね、演説できるし、議事録には残るし、まあ、動画も撮ってどんどん上げてですね、世論を喚起もできるし、私は国会でですね、それを言いたいのとですね、まあ、NHK スクラムにしろっていうために、まあ、NHK 問題に関してなんですけど、党の公約、方針、NHK 無料化、手段はスクランブルでも国営でも民営化でも何でもいい。とにかく集金人がうろつく、この制度が悪い、その制度をなくせっていう方針で今までやってきたんですけれども、まあまあスクランブルって言った方が皆さんわかる。なるほど。で、見てても払わないっていうのは、ちょっとずるいなって思ってる方も、いらっしゃいますから、
見てる以上払わなくちゃダメなんじゃないって思ってるあの方もいらっしゃいますんで、そういう方はあの全員を納得させるためにはですね、NHK スクランブルを訴えた方が一番いいのかなって、入院中に痛みにもだえながら考えまして、NHK スクランブルしろって言うためにですね、国会で、来年のあの参院選、6月ですね、に私立候補する予定ですんで、に向けですね、まあ、あの、各種の痛い治療を、あの、通院して、頑張ります。闘病生活、続けます。病には、死んでも、負けませんって、言ってですね、あの、死んだら負けたんじゃねっていう、突っ込みを待ちたいところでありますけれども、とにかく、まあ、あの、元気に、戻ってまいりました。急に、バタッといなくなるようなこともないと思います。入院前よりもですね、若干太って、生還してまいりました。やっぱ、あの、癌で、あの、食っても食っても、つか、あの、まず食欲がないという状態だったんですけども、まあ、あの、手術して、手術した後は、痛いものの、いでででででってなるものの、あの、食欲も出て、これからちょっと、あの、普通の体型に戻ろうと思っております。というわけで皆様、今後とも、YouTube チャンネル、Twitter、靴沢良治、並びにテレビ改革とよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。